すげー。新世紀エヴァンゲリオン綾波レイ。ニンニクラーメン。まる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 抜き。あーこれ、え、絶対ほんとに、え、あれでしょ、屋台のラーメン屋さんでのシーンでしょ。そうなんですか。そう知ってる。ニンニクラーメン。チャオが知ってる綾波レイちゃんの名言は、こんな時どんな顔をしたらいいかわからないの。しかそれは初級じゃん。それしかわかんないもん。それは初級じゃん。いやでもこれしかわかん、文字数的にこれしかないんだけど。なんだっけ、難しい。難しい。じゃあ、ポンからいきます。はい。ニンニクラーメン。ニンニクネギ抜き。あれでもニンニク抜いた気がする。でもニンニク…あ、そう…シャオもちょっと近いんですけど、はい、ニンニクラーメン、ニンニク全部抜き。え、似てる。ずるい。似せたい。そこ評価してほしくない。似せない。ただのおとなしいポンちゃん。では答えを見ましょう。はい。あー全然違った。まあでもそうだよな。そうだよね。抜くんだったらニンニクラーメンじゃないもんな。なるほど、チャーシュー抜きなの。これって名言なんだ。有名なんだ。有名だよね。でもね、へー、まあ、ちょっと早い時代に生まれた。綾波ちゃんがちょっと人間味出しましたみたいな、はい、あ、そうなんだ。そっかそっか、そういうこと、ね、どんな顔したらいいかわかるんだね、チャーシュー抜きの。そうなんですよ。そういうことね。なるほど、覚えとこう。チョキー、ワンピースビビより、いつかまた会えたらもう一度まるまると呼んでくれますか。最高のシーンですね。このシーンはもう何度見返したこと。マジなんで王道のやつ知らないの。ビビってどうなのだっけ。青髪の子でアラバスターの国の王女様なのです。人間ね。そっから。ワンピースと言ったら、なんていうのかな。もしそのなんか連想ゲームみたいなのがあったとしたら、海賊、麦わら帽子、何何みたいな連想的な言葉ですよ。ワンピースと言ったらこの言葉でしょみたいな。海賊。今言った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 、麦わら帽子次に来るぐらいの言葉で、あ、はいはい、ピンポン、ワンピースみたいな感じになるぐらい、ワンピースというか代名詞みたいなもんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ、ポンからいきますね。はい。いつかまた会えたらもう一度、船長と呼んでくれますか。そんなやついるか。だってワンピースといえば、いや、ワンピースといえばルフィだし、ルフィが船長なんだから。なんか船…え、船長と…ちょっと…大喜利じゃないんだぞ。ずるいぞ、そうやって爪痕残そうとして。そんなこと。やめろ、恥ずかしいだろ。ずるいよ。チャオの答え、どうぞ正解を。いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。確かにワンピースといえば仲間じゃん。でしょ。まあ、これ答えですけれども、どうぞ答えを。あ、やったー。マジか、これ知らないとは思わなかったな。そうですか。なるほどね。じゃあ上級、多分チャオたち無理だよな。次から上級だかな。オーケー、なりました。上級、上級。ペイントセイヤ、かっこせいや、お前は自分の体の中に〇〇〇を感じたことはあるか。うわー、これ有名なんだな。でも、あ、これ知ってる。え、セイントセイヤといえばでいいんじゃないのってことだよね。え、ってことはお前は自分の体の中にセイヤを感じたことがあるか。え、かけました。セイント。待って、宇宙って英語でなんて言うんだっけな。言えません、それは。え、でしょ、だから宇宙を英語にしたやつ。
つだと思う。間違えろ1問ぐらい間違えろ。いや、1問間違えてんだよな。コスモだ。あ、言っちゃった。わかんない。でも合ってんのかな。合ってんのかな。でもまあ一応サスモって書く、サスモって書いた。正解だな、これ。よいしょ、よいしょ。はい、どうぞ。せーので一緒に言いましょう。オッケー。せーの。お前は自分の体の中にコスモを感じたことはあるか。では、正解をどうぞ。これわかんないけどな。でも合ってる。3。いやー、全く情報わかんないけど、まあ、宇宙の話だっていうことは知ってたから。じゃあセントセイヤもいけんのか。いや勘。勘でしかないな。なるほど、確かに上級だな、これ。上級です、ね、知らんとな、これな。あ、第9問かな。9問。次、トラドラ、クシエダ、ミノリ。分かったこと一つ。廊下で転ぶと丸々が出て、人生で転ぶと丸が出るんだ。これ同じ言葉ではないってことですよね。トラドラ。トラドラ知ってますよ、これ。見たことないんだよ。ツンデレのヒロインが可愛いんだよな。教えだ、ミノリ。当たったこと一つ。廊下で転ぶとなんかが出て、人生で転ぶと丸が出るんだ。これは大喜利ですね。いやー、これ大喜利だよな。ヤマオさんからいきます。あ、いやいやいや、分かったこと一つ。廊下で転ぶと鍵が出て、人生で転ぶと金が出るんだ。金が出る。また廊下で転ぶとポケットから鍵出るんだ。なるほどね。人生で転ぶと金が出て。なるほどな。金のことなんだな。なんで鍵が、あ、そっか、だから金が出る。じゃあ、チャオさんどうぞ。分かったこと一つ。廊下で転ぶと大凶が出て、人生で転ぶと凶が出るんだ。あー、やっぱり吉か大吉か。待って、逆逆、ちょっと待って、変える。廊下で転ぶと大吉が出て、逆にしたことにより不正解の可能性があるけど、まあ、いいか。人生で転ぶと凶が出るんだ。なぜなら、廊下で転ぶと、学校の廊下であいたーってなると、こう、まあ、主人公にき、ね、なんかこう、大丈夫かみたいなきっかけができるから、イケメン来た、大吉っていう風に言ってんのかな。的な、ちょっとわかんないけど。あー、なるほどね。じゃあ一応答えを見てみましょうか。どうぞ。分かったこと一つ。廊下で転ぶと鼻血が出て、人生で転ぶと涙が出るな。いい言葉じゃん。いいじゃん、誰よりもいいよ、あんた。いい言葉だよ。ヒロインが言いそう。確かに、なるほどね。どういうシチュエーションなんだろうね。ね、これ名言なんだ、知らなかった。この人何歳なんだろうね。いや、まあ高校生とかじゃないですかね。高校生で人生で転ぶと涙が出るっていうの知ってるのね。早い段階で転んでらっしゃいますね。お父さんに何かがあったんだ。ちょっと気になるな、見てみたいわ。じゃあ最後の問題じゃ。化け物語4面あよよぎ。鉄血にして、丸々にして、冷血の吸血鬼。何を言ってらっしゃるの。キスショット、アセロラオリオン、ハートアンダーブレイドの2つは何分からん。どういうこと。2つのな、入れすぎだろ。もうアセロラまで出してきてこいつ。おい、え、これ名言。これを言って変身するとか分かんない。化け物語はちょっとだけ知ってるけど、テンションが分かんないぜ。鉄血にして、丸々にして、鉄血の吸血鬼。わかった、わかった。でも絶対この人陰踏んでる。鉄血にして、丸血にして、冷血の吸血鬼って感じだから。ケツ、ね、化け物語そういうアニメなの。絶対違うけど、ケツでしょ。ああ、なるほど。鉄血的なやつにかけてるね。そうそうそう、鉄血、言ったじゃんか。冷血、そうそう、いや、ケツにすればいいんですよ。血をかけばいいな。他に知らん。鉄血にして、即決。でも
感じが違うぜ、そうか、でも多分ケツ最後までケツ吸血鬼も血だから多分ケチのはずだから、ポンさんは血血にして完結にして冷血の吸血鬼完結ね、でも字違うんだよな完全な血ってどういうことだからパーフェクト、そう血ってなったらもうこの言葉しかないかなと思ったので、チャオはこれにしました。血血にして熱血にして冷血の吸血鬼ヒヤボボンって感じ。そういうアニメなの？いや、そういうことかな、こういうアニメだな。熱血わかんない、熱血熱血だけど冷血なんだね。そうだよな、ハリーポッターだこれ、ハリーポッターハリーポッターでよくマルフォイが僕は純血の魔法使いだからねって言うから純血にする、やっぱり純血って言うわ吸血鬼のやつ言うか言うよ、よく言うよ、うん、熱血もありだと思ったけどね、ちょっと純血ね、相反するからやめて純血にします。では当たりだ、答えを多分違えんだよな、答えをどうぞ。うわー出たのかよ、熱血の方だった、出たのかよ、くそ、熱いけど相反するやん、あなるほどね、あーあー惜しかったな、そういう人なんだね、なるほどね、知らないアニメやっぱいっぱいあるけど、多分これはアニメ界隈の人からするとえ、なんで知らないのみたいな感じになっちゃうかもしれないから、出直してまいります、ちょっと出直してまいろう、はい、そうですね、ピッキューブの皆さんは知ってると思う、多分ほとんど知ってると思うな、そうだな、みんなアニメ好きだからな、というわけで、はい、以上アニメ名言シュークイチュでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いしますです。 Twitter もやってます。それでは今日はこの辺。